クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さてそれでは今回は FIFA22 に今も残る猛者たちということで、ここ最近ちょっと FIFA に復帰してやってるんですが、対戦相手の方のスタメンがすごい方がたくさんいて、まあ、この方が一番すごかったんですけども、順番に見ていきたいなと思ってます。ここまで行くとやっぱ面白いですよ。もう僕が FIFA 多分 5,6 年ぐらいやってて、年間5000ぐらい試合するのかな。でトレードももちろんしますし、パック開封もするんですけども、この種類のカード、この色の種類のカードを手にしたことは一度もないです。アイコンっていうシリーズですね。歴代過去の選手スタープレイヤーが登場するんですけど、もちろんパックからは出ないし、でトレードのやり取りとかで言うと何百万ですよね。これトレード誰が買うんかなっていつも見てるんですけど、まさかのこの全てを持っているという、真ん中ペレですよ。マラドーナがトップかな。で、後ろがマルディーニですね。イタリアもナンバーワンディフェンダーで、もう一人が、これ名前がちょっと出てこないんですけど、ジダンにしばかれた人ですよね。で、ロベカルがいたり、で、ロナウジーニョがいたり、ちょっと右上はわからない。右上もですし、この、真ん中の右側、この人は多分、運入れで使ったことあるけど、パッと名前出てこないかな。まあ全部聞いたらわかる選手たちですね。すごいメンバーでした。本当に。一人がボールを持てば、そのままもう戦車のように走れるというところで、どうにも止めれないという対戦になりました。ああ、ペレ99ですね。99ってあんまり見たことないかな。これだいたい85、6ぐらいでもう止めれない選手っていう印象ですけど、ね、それぐらいまでいけばもう何でもできる、ほぼ、能力が、必要な能力が90近いような、ね、選手たちなんですけど、この中で言うと、まあ一番でもしんどかったのはロナウジーニョですね。これロナウジーニョ持ってる人はみんな強いと。ちなみにちょっとだけ挟ませてください。これが、僕のチームです。頑張った方なんです。まだ今もちょっと強化されて、もう2枚ぐらい強いカードが入ってるかなと思うんですが、基本は5年やってて、この金色ですね。が最高ですね。ゴールドレア。で、TOTW かな。週刊の優秀選手みたいな、ちょっと黒色になるやつの、弱い選手の黒色が何回か出たことあるぐらいで、基本はその2つぐらいですね。真ん中のやつは、トレードでもう、とっくにみんなやめちゃってるんで、すごく値下がりしてて3万ポイントぐらい貯めれたらいけるから、持ってるカードを全部打ってですね、この選手たちにしてると。最初はちょっとナポリで全部揃えようと思ったんですけど、ナポリのレアカードがもう出回らないので、インテルにしようと思ったんですけど、インテルももう出回ってないということで、今はもうイタリアセリエA縛りで、スタメンを組んでるってとこですかね。もうやめちゃったんですけどね。で、ライバルズシーズン10もずっとシーズン10が続いてます。で、今、ディビジョン3にいて、で、3で、ちょっとトントンぐらいで勝ったり負けたり勝ったり負けたりなので、3連勝、3連勝、4連勝というあの縛りがちょっときつくて、ちょっとやめとこかなって今思ってるところです。なんとか、頑張って毎日やれば、というかマッチングしないんで、マッチングが30分待ちとかザラにあるんで、マッチングさえしてくれたら2ぐらいはいけるかなと思うんですけど、この上にまだディビジョン2、1でエリートがあるのかな、初めて知りました。もうちょっとまあ、23でやれたらよかったなって思うんですけど、23だと上詰まってますからね、上手い人が。まあちょっとこの辺まだまだ、でもまあいろんな人対戦できるか面白いですけどね。さあそしてこの方ですね、これちょっとと僕、基本、対戦だけずっとやるんです。トレードと対戦かな、だけやるので、チーム編成チャレンジとかもやらないし、イベントもほとんど参加しないんですよ。なので、ちょっと分かってないんですが、この赤色のやつはもしかしたら報酬とかでもらえるカードなのかな？めちゃくちゃ強いですね。これは、トレードで出回ってない気がするんですけども、何分今トレードゼロですからね。レアカードとかで検索するとほぼほぼ誰もしてないような状態になって、14万人が平均トレードしてるってことになってるんですけど、まあ出てるのはほとんどゴールドレア以下ですね。わあ、かっこいい。こういうカードを持ちたい。
とこですか、ね、選手的にはそうですね、誰かな、ゴールキーパーが一番でも知ってるかな。もう今回になって気づいたんですけど、去年僕 NBA2K めちゃくちゃやってたんで、このサッカー選手のことあんま分かってないんですけど、知らない選手がすごい増えてて、で、あ、ここもですね、ゴールキーパー、ミランのキーパーやと思ってたらパリに移ってて、ずっと長いことミランでキーパーしてたんですけどね、僕 AC ミランばっかり使ってたんでびっくりしました。ここさらにびっくりしたのがトップですね。なんか何が起きたのか、セルヒオ・ラモスがフォワードにいるんですね。フォワードで能力96っていう状態で、これ使ってる人めっちゃ多いです。上位の人たちも、上位っていうのか、上位ですよね。残った人たちは多くて、セルヒオ・ラモスは今サッカーあの位置でやってんのかなって、ちょっとサッカー事情を最近情報は入れてないのでわからないんですけど、あのカードめっちゃ強いですね。左が誰かな？まあでもこのカード自体が、まあ選手の能力が最大に高い状態かな、緑色の縁のものが、なのでこのカードがまあそれぞれすごく値段が高いと。で今市場に出回ってるのは3万円台で出てるのは、多分このシリーズの中でも一番弱いものが出てて、やっぱいいカードは出回らないですね。全くゼロ、このシリーズで検索するとゼロになります。この方もマルディーニがいると。で左サイドがリベリーがいて、真ん中カンテですかね。トップがベンゼマ98、左強いですね。リベリー、カンテ、ベンゼマでモドリッチかな。トップ監督だけがなぜかブロンズ。まあ分からなくはないです。僕もあんまりこのゲームの監督の効果って分かってなくて、多少はあると思うんですけど、契約プラスされたりとか、リーグ合わせたらちょっとが能力上がるのかな、にしてもあんまりプラスアルファないかなと思うんですけど、いいですね。でこれね、多分クルトワぐらいになってくると取る、本当にボールよく弾く。やっぱキーパー違う、そのやってた経験からするとウイレにしてもフィファにしても長年やってきてキーパー誰でもいいっていうのが僕の持論なんですけど、でも今回はちょっと印象的にはやっぱキーパー取るな、弾くなっていうポジショニングですね。そこが一番かなと思うんですけど、そのイメージはあるかな。でこれは、あの人何やったっけ、ロナルドか、ロナウドか、97ですね。トップにいると。でここも不思議なんですよ。真ん中にね、なんでマルセロが真ん中で相性合ってんのかなっていう、センターミッドフィルダーで僕サイドのイメージだったんですけど、サイドの選手は本来真ん中に持ってくることは多分難しいと思うんですけどね、できるんかな、できないと思うんですけどね。真ん中持ってこれてるんで、多分その中盤バージョンのマルセロが出てるのかな。あー名前出てけへんな、右端の選手ロイスかがいて、で、一番左端は誰ですか、これはネイマール。すごいな。まあ、ちょっとこん中で戦うのしんどいですよ。とにかく真ん中抜かれるから。なんで今作この人、トップのレバンドフスキーが、もう、あまり僕はそのタイムリーな情報知らないんですけど、もう何でもできる人っていう評価になってます。レバンドフスキー。ほぼ全部99の評価受けてて、特にね、なんかめちゃくちゃ、背が高い、足が速いとか、シュート力があるっていう印象ないんですけど、すべてが揃ってると。で、左サイド、ロナウジーニョですね。とにかくこれが、今回僕は対戦してて嫌かな、持ってる人。昔のメッシの使い方ですよね。取ったら、ネイマールね、メッシの使い方で、取ったらうねうねしてボールを出さないし、なんか、こっちも硬くて取れないしっていう状態。続くんですけど、でまあ僕一番好きなサッカー選手のデルピエロが、いつかああいうカード取りたいんですけど、アイコンに関しては多分1年間まるまるポイント貯めても取れないと思うんで、でもっと言ったら課金しても取れないカードだと僕は思ってます、このアイコンシリーズね。でこちらが、トップしたネイマール、レバンドウスキーがトップにいて、あ左のトップはちょっと日本人としてはわからないですね。で真ん中が、あれ出てこない、うわカゼミロ
ぱいいると。で左サイド、後ろの左サイドがマルセロですよね。これすごいな、よく戦ってるなと思うんですけど、一応まあ勝率的にはここまでどれぐらいなんやろ、7割ぐらいかな、もうちょっとかな、ほぼほぼ連勝でディビジョン3まで上がってこれたんですけど、3になってからがちょっと勝ったり負けたりが出始めたので、別にあれですよ、人口が減ってるからだと思うんですけど、フリップ勢とやってただけかなと思うんですけどね。ディビジョン3以上は厳しいかな、このカードたちとの戦いは。でラストがこちらですね。トップイブラヒモビッチがいるということで、ここも不思議で、真ん中の下のとこですね、サイドバックを真ん中に持ってくると、これは僕今回やりました。逆に真ん中をサイドバックに持っていってるんですけど、こういうやり方すると強いというところですね。で左下の、僕あの選手は全く知らないんですけど、センターバックのドイツの人、この人がめっちゃ強いんですよ。95ですけど、まあ、95もちろん強いけど、とんでもなく強くて、そして安いんですよ。3万円ぐらいで、3万ポイントで買えるんですが、出回らないですね。全く出回らない。で、左のミランの97の選手も出回らないんですよね。なので取れないんですが、このチームよく見ていただくと、イブラヒモビッチがいて、真ん中にメッシがいて、後ろにネイマールがいるということで、すごいなぁ。こういうカードも見たくてやってるので、序盤だとやっぱりこういうカード自体がまだ実装されてないから、面白くないんですよね。だからある方がいいんで、今で例えばかそってなければ最高なんですけどね、ここで急にかそるっていうのがもったいないところで、もうマッチングがね、せっかくどんどん戦えたらどんどん戦いたいんですけど、できないというのが惜しいかな。マッチングの問題だけなんですけど、やっぱさすがにそろそろ、まあだけじゃないか、技術的にも、ディビジョン 2までいけたらもう確実に引退しますけど、でもちょっと時間が、3連勝4連勝取るためにはどんだけの時間を費やさなければいけないのかと思うと、ここまでかなと思ってます。ということで FIFA22、まあフリップであったんで、持ってある方はいると思うんで、まあでも今からやってもそうか、仕方ないかな。そろそろ23が発売から3ヶ月か半年ぐらいでね、バーンと値段が下がったりもするので、引っ越し時かなとは思ってますが、すっごく楽しかったです。今回フリップ22でね、また次回頑張ってみたいと思います。あとシュートシーン、いろんなシュート決めたんで、またちょっとそれも編集して載せたいので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。